あのサンバカンシオンっていうとあの踊るサンバの踊りのイメージがありますけど、このサンバカンシオン、このサンバカンスン の, あのちょっと白人の人たちの、こう叙情的な歌の方だから、日本語で言うとこうサンバ歌謡みたいな、カンシオンっていうとシャンソン、あシャンソン、あ歌なのねみたいなのが分かるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で何よりこの曲面白いのはプリモが8分の6で、うん、セコンドが4分の3っていうその拍感で、これ縦を合わせるということをばっかりこうあのなんていうか考えて弾くのではなくて、このもう僕だったら1、2、1、2、3、8分の6、プリモはセコンドの上に乗る感じだし、セコンドの4分の3は8分の6のこの揺れにこう一緒にこう歌うとか一緒に動くというかあの感覚が大事じゃないかなって思う。曲奏としてはこういう感じ、とにかく指の腹でずっとこうセコンドなんか撫でる感じ、このどうしても精神をあの旺盛にすると、ここの曲は今のところの歌詞完全にファーのプリモのファフィス弾いてください、この中に浮かぶぐらい、次半また運んで、メロディーが始まる。